Ooh. ここが巨神の体内。以前ザトールから侵入した時とはだいぶ様相が変わっているな。巨神が生体機能を取り戻しているんだわ。ザンザの野郎が覚醒したからだろうな。行こう、ザンザの元へ。 何か用か？ こんにちは。 強いエーテルが満ちてきたようだな。その気持ち、よくわかるわ、メディア。我が力を侮るでないぞ。行きましょう。僕たちの勝ちだね。私たち強くなったよね。そなたたちの力、本物だな。やってやるさ。みんな頑張って。手加減は
ご機嫌麗しゅう殿下。その声はローランか。どこにいる。ご覧ください、巨神の心臓を、ザンザ様の命の躍動を。何言ってやがる。出てこい。私はここで殿下をお待ちしております。ぜひお見せしたいものがあるのです。死に損ないのお友達もご一緒に。歓迎しますよ。おのれローラ、何を企んでいる。大丈夫だメリア。さあ巨神の心臓に行こう。ダブルブレード。満ちてきたようだな。行くわよ。えい。いや。可能性。
行くぞ。やられたよ。どうかしないって。ヒオル、いい攻撃だ。
気が伝わってきたよ。攻撃を集中させて。了解なんだもん。はい。ゲットだもん。この
や心が騒いできた。クロスインパクト、はっやっ、乗ってきたよ。シルク、その調子今ならやれそうだ。これならいける。もらったもん。ダブルブレード、このスリットエッジ、このやーろ、ほんまにだ。エッジだ、燃えたもん。ゼロ、ゼロ、ゼロ。いい感じ。次も頑張ろうね。楽勝なの、リキのおかげだもん。
イトエッジ。私たちいい雰囲気だよね。敵のおかげだもんって言ってもピオナ。これでもとスリットエッジ。このみんな攻撃ピオル見事だね。これでこそ敵のお供だもん。いっけー、敵出番だよ。私の番ね。やったね、やっかい、やめろ、いけー、やっすら、みんなの気持ちが伝わってきたよ。私も同じよ、するか、ダブルフェード、いけー、やっかい、みんなと一緒にいられるって、とっても素敵なことね。ぜひ言って、そんなの本流のすごいな、見せてやろう。やここだ。フィオル、ありがとう。いっけー、リキ、私の番ね。まだまだ、今度は僕の番だ。まだだ、リキに任せるもん。もういっちょだもん。私の番ね。まだまだ、うん、わかった。ストリームエッジ、まだだ、ユーザリキデュアルモン、もっと私の番ね。終わらせない、うん、わかった、まだだ、ユーザリキに任せろ。もう一度だもん。任せて、やった、いい感じになってきたもん。これがモナドの力なのか。始めるよ、スリットエッジ。出番だよ、勇者力士。私の番ね。やったね、やっはい。もう少しよ、みんな、今なら、やれそうだ。うわぁ、いただくもん。やった、シルク、君もやるもん。よし、私もやってやるさ。ハックスラッシュ、負けるわけにはいかないんだ。楽勝なの、リキのおかげだもん。私たち、強くなったよね。僕の番だ。あと少しだよ。ええ。
最後まで行きましょう。決まったね。この調子この調子バトルソウル。心が騒いできた。どうだ頑張る。いや今ならやれそうだ。そうだね、ミオル。みんなと一緒にいられる。心が溶けます。怖いですね。なんとかなったね。ようこそ私の世界へ。正直驚いたわ。まさかザンザ様のよりしろが自分の意志を持って生き続けるなんてね。生き続けるさ、これからも。そのために僕たちはここまで来たんだ。この世界で生きる人一人一人に人生がある。それは何者にも脅かされるものじゃない。ザンザなんかに屈しはしない。そう、熱いのね。なら熱いその人生もっと楽しませてあげる。あれは、カリアンか。アリエル。叫んでも無駄よ。あの時は不覚を取ったけれど、今このものは完全にテレシアと化している。私の可愛いしもべ。テレシアの言葉の意味って知ってるかしら？不浄な生命を刈り取るものって意味。
そう、あなた方のようなね。ザンザ様にとって不要な存在、今この手で刈り取ってあげるわ。あなたたちの人生最後の試練、いいかもしれません。その時、もらい受ける。生命を捨てよ。戦力を集中させよ。分かった。轟く雷よ、俺の励ましの言葉が痛みいる。貫けバーチカルボルト。ドダモン悪魔宣言せよ。キレキレだ。カモンボルト貫けバーチカルボルト。この祈りに取り取ってあげた。うちより溢れてくってしまいます。これでどうだ。元気を出すのだ。こんなに泣いてなんかないんだもん。根源たる大会を権限せよ。この体は何をしても無駄よ。このリターンを見つけたまねを抜けバーチカルバルト。やりそうだ。愉快な勇者と言うな。これが永遠の力。これが永遠の我が王。助かるよ。本気だもん。戦力を集中させよ。妖怪なんだもん。分かった。毒だもん。夏の真似を騒いできた。権限せよ。エーテルが満ちてきたようだな。みんなの力を一つに。我らが力見せてやろうではないか。ザンザ様に逆らう者ではない。戦力を集中させよ。妖怪なんだもん。わが王がスカゴミよ。これはどうか。なんで筋肉。これでどうだ。ボンダンスで危機。お腹減ってきたもん。頑張って、まだ負けられないよ。とはっ、とどろくいかずきよ。貫けバーチカルバルト。サボンアクア。もらうぞヒーグアクア。とサボンバルト。貫けバーチカルバルト。うちより溢れてく。と根源たる大会よ。正確たる豪快戦力を集中させろ。豪快なんだもん。分かった。さあ行くわよ。戦力せよ。やれそうだ。ゆうないじゃん。戦力行くぞ。サーライトに。大きいチャンスだもん。はじめの大会にかけるぞ。ミューブレイク戦力。やりすぎたか。貫けバーチカルバルト。マインドブレスター。ペインフォーラスト。死ぬけやるではないか。血なまねを。やらないもん。やってやん。根源たる大会よ。血なまねを。ザンザ様。私もだよ、メリア。兄上、私は兄上に皆に謝らなければならないことが。私たちがテレシア化したことかい。私は公女でありながらハイエンターに不幸を招き寄せてしまいました。私は間違いだよ、メリア。我らの中にテレシア化の因子が、呪われた血が流れているのは逃れようのない定めなんだ。だからこそ
父上はその血を薄めようと思われた。お前はハイエンターの希望、テレシア化することのないそなただけが、巨神が蘇った後もハイエンターの高騰を継いでいける。我らの苦しみを止めることができる。そのためならば父上も私も喜んで礎となろうと、そう決意したんだよ。兄上、恐れることはない。それこそが私たちの望みなのだから。ザンザの目的を阻むことができるのはそなたたちだけだ。はい。さあ、この者は私に任せ、行くのだ。シルク殿と共に。バカだ。私のテレシアが。貴様、何をした。私は何もしていない。それがそなたの運命なのだ。潔く受け入れるがよい。ああ、私の体が、永遠を授かったはずの私の体が。兄上、メリア、これで私も父上のところへ行ける。これからお前は望む通りに生きていきなさい。お前の望むままの生き方、お前の決める未来こそがハイエンターの希望なのだから。兄上、ありがとう。今の言葉、決して忘れずに生きていきます。今の言葉、今聞こえたもん。メリアちゃんの兄ちゃんの声が聞こえたもん。ありがとうって言ってたもん。メリアちゃんの兄ちゃん、どこにいるもん。見えないのに聞こえたんだもん。リキ、リキには聞こえたんだ。ありがとう。メリア、心配をかけてすまない。私なら大丈夫だ。行こう。それが私と兄上の望む未来だ。うん、わかった。けなげだな、お姫様。ディクソン、そう怖い顔するなよ。お前らを面白い場所に案内するためにわざわざ来てやったんだぜ。なんだと。監獄島で待ってる。最高の舞台で巨神の血肉に返してやるからよ。さっさと登ってきな。アバよ。あの野郎、行くぞ。奴を追って監獄島に乗り込む。